こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も日豪出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、調べ多項して、小音まれなりです。調べのレベルが高すぎてか、聞き分け理解するものが少ないという意味です。悟りの曲調があまりにも高尚なので、それを享受鑑賞するものが少ないということです。それでは今から、調べ多項して小音まれなりを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。